外では何が起きているんだ。 D1 はとっくに発令されているはずです。音の聞こえ方から察するに艦外にもケイオスの応戦部隊がいるのでしょう。聞こえたか。外でも何か起きている。待て、気づかれれば蜂の巣にされるぞ。動くな。なんでわかった？ん？あの機械がこっちを向かないとなぜわかった？勘だ。次からもっと論理的に頼む。私には世界が救えない。あれってどういう意味？あなたはまだ世界が何なのか分かっていない。それでもイノは止められる。ならなぜついてきたのですか？それが分からないの。この体の私に何ができるわけでもないのに。そう、あなたは人間だ。ただの人間だからこそ理屈に合わないこともある。ずいぶん前の話です。城の食料庫にソルが入りました。いや、入り口の扉が粉々だったので忍び込んだか。ともかく私はその音で駆けつけた。彼はそこを冷蔵庫と呼びますが、城の施設はどこもバカバカしいほどに広い。誰かを探すのも一苦労です。しばらくして84種5000リットル分の酒瓶が整然と並べられた壁の前でソルを見つけました。私は酒を見て高価かどうか分かりません。でも彼が手にしていたものは分かった。どの店でも見かけることができる安物だったからです。私はせめて扉の修理代よりも高いものを選べと言いました。彼は何と答えたと思いますか？これよりうまい酒は5万とあるが、結局これに決めちまう。決める？え？味の良し悪しではなく、好き嫌いで選んだ。あなたにもいつかわかります。その矛盾を美しいと思える日が来る。人間には必要な無駄があるんです。必要な無駄。じきにいなくなる。ん？よかった、バレてない。気のせいじゃないな。問題ない。どうするつもりだ？そのまま動くな。それは論理的なんだろうな。なんだ？当然だ。
ったぞ。さっさと済ませろ。ずっとはいられないぞ。焦らせるな。私の問題ないは安売りしてないんだからな。どういう意味だ。旧時代の遺物だ。回線というより盗聴器らしい。大部分の一般市民は避難した様子ですが、我々の視界にも取り残された人たちが確認できます。犠牲者の数は計り知れません。警察、紙幣、軍が決死の救助活動を行っている様子が伺えます。ガブリエル様、緊急ホットラインに着信です。なぜ応答しない。それが未登録の信号で、要するに相手が何者か分かりません。何？逆探知しろ。は、出たぞ。どこの誰か知らないが、これは国家の安全に関わる重要技術回線だ。いたずらで通信を続けるつもりなら、こちらは然るべき防衛手段で制裁を下す権利を有している。あと5秒もすればそこの位置は特定され、さらに15分以内に多目的戦術核兵器の着弾を可能とする。君を含む3キロ四方の全生命に少しでも責任を感じるのなら、二度とかけてくるな。どうした。核攻撃される。はあ。出たか。はい。え、あのホワイトハウスです。現在なおもホワイトハウスの敷地内において戦場さながらの銃撃戦が繰り広げられております。施設内にいると思われる各国の首脳に関しては一切の情報がなく、その安否が心配されるところです。え、ゼップの緊急回線にホワイトハウスから連絡が入りました。各国主要組織で通信を共有しています。大統領はご無事です。すまなかったバーノン、よくぞ無事だったな。ああ、だが時間がない。状況だけ伝えるから聞き逃さないでくれ。ホワイトハウスはテロリストに占拠された。私は逃げ出したが、会議室の皆は人質に取られた。負傷者もいる。すぐに救援をよこしてほしい。敵の正体は分かりますか。名前だけな。ハッピーケイオスと言っていた。ハッピー、アスカの本を狙っている。 P 翼に入るため私の認証を欲しがった。敵の規模は分からん。重火器で武装した集団があちこちだ。バカな、あの警備体制の中でどうやって。考えたくないが、おそらくその警備員が洗脳されたんだ。ディキンソン、この目でエコーチームと確認した。確かだ。だとしたら分かっているのか。敷地内には職員が300人以上いる。もうここにはいられない。この通信を切ったら脱出を試みるが、とにかくすぐに救援を頼む。お待ちください。施設の外も戦場です。救援の到着まで大統領も P 翼に移動された方が賢明かと。ダメだ。 P 翼へのアクセスを悟られかね。それに私のことなら心配ない。ソルバッドガイが一緒だ。おお、あの坂を。ウエストウィングから駐車場を目指してください。そこが一番近く、テウスです。私が迎えに行きます。分かった。通信を終わる。応援を手配だ。この後はどうするつもりだ。手に入れた本を独房で読むのか。単独犯の籠城が成功した例は歴史上皆無だ。
ホワイトハウスが占拠されたのもね。どんなことにも初めてはある。少し疑問に思ってね。要求があるならミサイルの下りで全て片付いたはずだ。なぜそうしなかった？イルリアの王様に名前はある？ダレルだ。じゃあダレル君、質問に答えよう。僕は楽しい歴史を作りたい。リアルの脚本を書き、真実のドラマを味わう。ならもう十分だろう。この惨状を見ろ。誤解しないでほしいな。見たいのは人が苦しむ様じゃない、抗う様さ。言葉遊びだ。いや、老人形と人間だよ。パッと見れば区別がつかない。でも実際は全くの別物だろう。そう、例えば僕の目的が最強の盾を作ることだとしよう。その時何をするか。最強の剣を作るんだ。盾を作るのは剣だからね。そのために人があらゆる可能性を尽くす、そのドラマが見たいんだ。だとすれば目的は何のためにある？剣がなければそもそも盾も必要ない。目的？ああごめん、僕にそれを問うのはナンセンスだ。老人形なんだから。確かにここは手薄だ。まず通用口の敵を叩く。茂みのやつが気づくだろうが、それも何とかする。お前はその隙に全力で出口を目指せ。うまくいくか？熊からパンダは生まれない。その程度には信じていい。お前はどうする？俺はまだ明日に用があるからな。そうか、ありがとう。本当に助かった。からじゃない。世界は可能性に満ちている。人間が努力を怠らなければ最高のリアルが追求できる。そう、リアルだ。名だたる小説家たちが後世に残る傑作を書いても奇跡のノンフィクションに勝ることはない。だがどうだ、湖から出てきた女神が落とした本はどっちと聞いて、どんな本を持っていたとしても歴史の教科書を選ぶ奴はいない。それはリアルが楽しくないからだ。作られたリアルをノンフィクションと言えるのか？地球の裏側で起きている行動は君にとってリアル？人は誰しも人生という脚本を書いているが、自分のページに刻み込まれたものをリアルと呼んでいるに過ぎない。大事なのはね、体験できるかどうかだ。僕は未来の歴史を書き上げる。100年先の子供たちはもう教室で居眠りしないだろう。ホワイトハウスから熱源を感知しました。熱源？それってまさか。
大統領の脱出を確認した者はいるか。現場ではこの現状が何を意味するのか把握できない状態が続いています。未だ政府からの正式な発表はなく、地域住民に対する何らかの勧告も行われていません。事態が発生する直前、ホワイトハウス周辺に不審な集団が目撃されたとの情報も入っております。いずれにせよ大統領および館内の人々の安否や地域住民の、さすがにこれは想像がつかなかったな。戦時中は政府の知り得ない軍産複合体が世界のあちこちにあった。このホワイトハウスはね、そういう一握りの悪党を助けるために作られたノアの箱舟なのさ。売り出しより前に戻ることがあるのか。他にお前んちのローカルルールはいくつある？私が知りたい。ホワイトハウス、完全に視界から消えました。レーダーは？確認しましたが、ステルス製の砲力が使用されている模様です。目視が頼りか。飛べるものは何でも飛ばせ。見失うな！モラレス長だ。第二連合、あの飛行物体に関する情報はあるか？私の知っているホワイトハウスは飛びません。ミリアの言った通りか。何かご存知なのですか？ああ、あれを追うのであれば十分に警戒しろ。間違っても旅客機などではないぞ。長官、一機追いつきました。何？こちらファイアフライ3、アバラントの送信依然不能、臨時対応により着艦を試みます。いや、待て、迂闊に近づくな。なんだあれは。通信が途絶えました。私は悪夢を見ているのか。ティルナノーグのことまで知っているとは。いや、それでもやすやすと制御できるものではない。やはりケオスは。通信？繋がるようになったのか？いや、行政介入だ。こんなことができるやつは。アスカか？ああ、君は無事か？そう言いたいが、膠着状態だ。バーノンといる。よかった、あそこから助け出してくれたんだね。彼を守りきってくれ。敵の狙いが本だとしたら、絶対に渡すわけにはいかない。確認したいことがある。本は誰にでも読めるのか？読めない。僕とケイオス以外には。君は何者だ？知りたい？あのケイオスという男は僕の師です。有史以来最強の魔導士、第一の男。第一の男。つまり世界に法力を伝え広めたというあのギアメーカーの師、始まりの書の著者、魔法の父。そして世界が科学を放棄した時、あまたの使徒を先導し復旧に努めた救世主。資料と君、嘘をついているのはどっちだ？誰も嘘はついてない。君やアスカ君が知ってる僕はね、こことここがまだ壊れてなかった。お前の師匠、間違いないか？見た目も雰囲気も昔と違うが、これほどの力量二人といない。
想定していた最悪の事態だ。最悪？最悪ってなんだ？これ以上悪いことがあるのか？ゲイオスの目的はイノを完全な存在にすることだ。イノ？心当たりがあるだろう。イノの半身ゲイオスたちはすでに手に入れている。しかしまさか師匠がそんなことをするはずが。じゃあこの後はどんなことをするはずだ？わかった。気持ちを切り替えてみる。とにかく君たちは安全の確保を優先してくれ。ここは敵を迎え撃つには悪くないが、退路がないとも言える。様子を見て移動するかもな。無事を祈る。この世界の最悪はあと何個ある？おい。はい。前方に機影のようなものが見える。あの航路は正しいのか？確認します。こちら TH-10-8、 前方機体の情報がありません。確認をお願いします。いえ、TH-10-8 の航路に影響のあるフライトプランはありません。レーダーにも他の機は確認できませんが。飛翔だ。そんなはずはない。この目で見ている。かなり巨大な飛空艇だ。このままでは接触の可能性もある。回避経路を誘導してくれ。おかしいな。 T キャスか ADS にでも反応があるんですか？その空域にいるのは TH-10-8 だけです。大変だ。ホワイトハウス、前方の機体はホワイトハウスだ。は？緊急回避する。あれ、エアフォースワンなんですか？ホワイトハウス、旅客機とニアミスです。現場に救援が向かいました。よし。以後は終戦管理局、セップと連携し指令を出す。各自チャンネルを 7.1 に変更し、確認を。確認しました。変更確認。終戦管理局ですか？はあ、今は我々よりもホワイトハウスに詳しい。だが質問は後にしろ。局長のミリアです。現在ホワイトハウスを捉えている機体はありますか？海軍ドッケン、ガーゴイル3機が信号を追っています。ドッケン、その機体が武装しているなら500メートル以上の距離を置いてください。あのホワイトハウスは要塞です。機体のトランスポンダを識別し自動で迎撃するシステムがあります。有効射程の外で待機し、指示があるまで接舷は控えてください。了解。しかしそうなると内部と連絡がつくか、燃料切れで墜落しない限り手出しできない。ホワイトハウスの目に見えない飛空艇が必要だ。それはこちらで手配できる。しかし人質を乗せられるような機体ではないし、今から間に合うかは微妙なラインだ。何もしないよりマシです。お願いします。いいだろう。こちらは今できることに取り掛かる。ワシントンと現在位置からホワイトハウスの進路を予測して。エリカ首席補佐官から機密ファイルの開示許可が出た。各国と連携し回答されていないブラックボックス解析を進める。何かの手がかりがつかめるかもしれない。お願い。被害報告は？初期対応の警官と兵士48名が犠牲に、民間人も多く巻き込まれました。性的か思想犯か。イルリア政府から警告を受けていたのに、イノが拘束されていることで問題を軽視した私の責任。相手が何者か分からんが、敵はあそこにいる。自分と戦っている場合じゃない。お互い長い付き合いです。あなたなら一人でもやれる。君を責めて私が2倍働けるならな。付き合いの長さで信頼ができるなら自分を一番に信じろ。